さあ、始まりました。ムテチャンネルです。さあ、今回はですね、いよいよ藤川天さんがトイック受験するので、はい、直前のアドバイスをしていきたいと思いますね。はい、どんな勉強して一体どうすればいいのか見ていきましょう。はい、すいません。はい、ということで、はい、やっていきましょう。なんでそんな、なんで揺れ揺れなんです。え、今カメラ、携帯のなんか置くスタンドがあって、それを、うん、そういうことね。はい、はい、ということで、あれ、今日メガネもしてないの？あ、眼鏡かけてきます。いや、別に色かけなくて別に、はい、今日眼鏡かけるの忘れました。眼鏡かけるのって忘れるもんなんでね。はい、で、ですね、もうトイックなんで受けるんですけど、はい、直前何しなきゃいけないのか、まあ、この動画が出るのは1日前かもしれないですけど、まあ、でこれ2日前に撮影してますが、はい、何をやってきてですね、この直前何をしなきゃいけないのかですね、それを話さなきゃいけないのですが、まずは本番の試験に向けてやったことは何ですか？まず単語帳2つやってて。2つ？あ、中学の。ああ、中学生向けです。お前見せたやつと、はい、これ、はい、僕の単語帳ですね。はい、ネガキャンにならないようにして。え、ネガキャンにならないようにちょっとねしていただかないといけませんが、ネガキャン、ネガキャン、前も言ったのにもう忘れてる。はい、まあ、まあ、それやったと、はい、単語帳やったと。はい、他は？他はこれです。ああ、初めてでも600点が取れるね。はいはいはい、はい、結構前から家にあったやつ。ああ、それで何をやった？あ、まだやった。あ、それ俺のやつね、他のやつ。はい、これでリスニングを聞いて対策してます。うん、対策してました。チャプター1とチャプター2、うん、チャプター2は違う。チャプター1とチャプター2、それしかやってないってこと？1と2しかやってない。いや、あと、うん、こういう、あ、見せちゃダメです。うん、見せちゃダメ。はい、長文、読解っていう。ああ、パート7ね。パート7と文法もこれに載ってるんで、文法やな。パート5ね、はい。まず一つ知りたいのは、トイックの出題形式知ってますか？え、文法と長文でしたっけ？読解問題です。はい、で、うん、リスニングは写真の描写の、うん、あのやつと、うん、なんだっけ、一番問題数が少ないやつですけど、写真は、はい、と、なんか英文聞くやつ。英文聞くやつ、全部英文聞くやつですよ、リスニングは。何を当たり前のこと言ってる。だからそれをちょっと、だから出題形式を知って、え、はい、会話問題に、会話問題ありますけど、まあ、とにかく出題形式を知らずに受けに行かないでください。もうそれは危険すぎるから、何やってるか分かんないっていうか、何をこれからしなきゃいけないのかとか分かんない状況で行ったらめちゃくちゃ時間がもったいない。もういろんなやるべきこと分かんないまま行くことになるので、もったいないので、ちゃんとそれを知っていきましょう。まずそもそもリーディング自体も出題形式その2つじゃないからね。読解と空所補充だけじゃないですよ。もう一個ありますよね。パート6が今のないですけど、パート6は。6。え、リスニングが何パートありますか？え？どっちの耳で聞こえるんだい？どっちの耳？リスニングが何パートですか？違う。パートがいくつあるか。4まででしょ。そう。パート1からパート4までですね。で、リーディングが読んでる。がっつり読んでるよね、今ね。ちょっと画面から出ちゃってますよ。もう顔が画面から出ちゃってますよ。はい。5、6、7ですね。パート5、6、7。で、それぞれのパート、まず覚えていかなきゃいけないからね。パート1が写真、パート2が応答問題。この応答問題っていうのが、ほら、英検3級でやったじゃん。返事。何が返ってくるかってやつね。はい。で、パート3が会話。で、パート4が一人の人が喋るってやつです。なんで、そこをまず知っといて。で、パート5が一文中の空所補充。パート6が文章中の空所補充ですからね。これもやらなきゃいけないです。はい、で、最後は読解です。っていうんで、だそれぞれ何問とかも知らないでしょ？はい。はい。え、1から50、50、50みたいな形ですか？違うわ。え？リスニングセクション、違う、まずリスニングセクション100、リーディングセクション100です。200問ですよ。あ、そんなにあったんですっけ。はい、ほら、もうそういうのも知らずに受けに行っちゃうから、もう怖い怖い。ちゃんと形式知っていってください。それが大事です。はい、で、ちなみに一番バッチリ同じような問題が出るのは
どのパートですかってもわかんないだろうけど、そのパート2なんで、その直前やるんだったら、そのパート2ですね、リスニングは。それをやっとくのと、はい、あとは、はい、これ3と4と7は、設問を覚えていかなきゃいけないですから、どういう設問が出るのかを知っといてください。はい。はい。意味。そう、同じ設問がいっぱい出るから、同じのが書かれてるので、その設問の意味をいちいち読んでたら時間がもったいないので、覚えていっている状況にしてください、はいはい、聞かれることがほぼ一緒ってことですか？そう似ているのがいっぱい出てくるから、まあ今の実力だとおそらく設問の意味が分かんないんですよはいあはいじゃなくてだから347って設問読んでて、設問どういう意味だろうって考えてたら時間の無駄になっちゃうんで、はい、だからそれをまずはちゃんと覚えていかないといけないので、でそれがこの黄色の本に載ってたのは覚えてますか？これに載ってるんですよ。そこをだから覚えていかなきゃいけません。例えば、ほら、What are the speakers discussing って言ったらどういう意味ですか？What are the speakers discussing って言ったらどういう意味ですか？はい、もうですね。だからそういう説問わかんない状況で受けてっちゃダメなんで。はい。だから278ページから説問が載ってるから。278からそう、設問が載ってるから、こういう設問がよく出ますよっていうのが出てるんで、347のこのだから設問を覚えてってください。これめっちゃ大事、はいはい、設問を覚えていって本番で読んでるようじゃ困るってことですね。これ見てすぐ意味が分かるようにしとかなきゃいけないって感じです、はい、まあおそらく most likely とかの意味も分かんないで受験しに行くことになるから無反応はい、はい、モストライクに、そうそうそう、の意味とかもわからないで受験しに行くことになると思うから、はい、その辺もちゃんとね分かって受験しに行ってください。大丈夫ですか？その辺分かって必ず受験しに行ってください。え、はい、そういうことをちゃんと知って、だはい、2つやっとくべきことを言いましたよ。なんと何でした？質問を覚えておく、はい、ことと、はい、もう一つか、もう忘れちゃってますね。そうだ、はいって言っても、あ、聞いてないなっていうのはこっちは分かってますから、ちゃんとパート2ですね。パート2の演習をしておくことですね。パート2の演習、はい、はい、そうすると同じような問題出てきますから、パート2の演習、はい、そうそう、パート2なんだから、パート125のやつとかもあったじゃない。だからそれも、はい、あ、125の参考書、ほらあったでしょさっき、あ、僕のやつあったから、まあ、それだけでも、はい、そうそうそう、2のパターン確認しておく。それをするだけでも違うから。で、最後、これができるかできないかちょっと微妙だなと思って。まあ、単語はやりますよ。もちろん単語は引き続きやってもらうんだけど、これができるかなって微妙に思うものが、品詞問題。品詞問題ってわかる？副詞とか。そう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 。形容詞、関係代名詞。そうそうそう、うん、ちょっと関係代名詞はいいんだけど、品詞問題で、そこがちゃんとできるかどうか。そう、その品詞の問題っていうのがいっぱい出てくるから、はい、そこをちゃんとできるようにしておくことが大事なんで、この空欄には何詞が入る、選択肢の中でこれが何詞だとかって分かる。だからこれがちょっと今のてんちゃんにできるのかどうか微妙なとこだなと思うんだけど、ただこれをできるようにしないと進まないのよね、トイックの勉強って。だからちょっとやってほしいなって思います。はい、ということで、この2日間ですね、今残ってる2日間で設問を覚えることと、はい、2の演習、はい、パート2、同じパターンいっぱい出るから、その演習2の演習、そうそう、することと、パートもしょっちゅう顔がいなくなっちゃう。で、メモってた、あ、メモってるんだ。で、パート5の品詞問題ですね。パート5の品詞問題、そう、それも書いてある、参考書僕のやつに載ってるから、何詞とかね、まあ、あの接続詞と前置詞とかね、その辺のやつも書いてありますし、はい、それをやってくださいって感じですね。わかりましたか？あ、はい、わかりました、はい、なんか聞きたいことはないですか？質問、トイック受けるにあたり、単語も、なんだっけ、文法の問題ってやっぱり単語の問題がやっぱり多かったりするんですか？文法と語彙の問題があるから、語彙問題は単語の問題です。ただその単語の使い方の問題も出てくる、厄介です。あ、単語の使い方の問題で、あといつも言うんだけど、その文法問題を解くために
まず単語分かってないと解けないから、だから単語の勉強は続けてください。はい、これだから多くの人がね、単語と文法なんか別々に考えてやるんだけど、これ大学入試でも同じで、そもそも単語分かんないと文法問題を解くことすらできないんで、これ大事、どっちが大事ですかとか、どっちからやればいいですかって質問よく来るんだけど、いやいやいや、そもそも文法問題解くために単語知らないと無理だよ。なんかやっぱ知ってるからさ、自分たち単語知っててなんとなく文法問題解けるからみんなそうやって思ってるんだけど、いや、いろんな下のレベルの人たちを教えてきて、そもそも単語が分かんないから文法問題解けない、そもそもこれが主語だ分かんない、名詞かどうかも分かんないしみたいな人が多いので、なので単語も必ずやってください。はい、はい、ということです。じゃあ頑張ってやってね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ本番、まあ終わったらまたね、リモートにはなると思いますけど、はい、感想聞きますんで、はい、はい、じゃあ頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でしたっていうか、これから頑張ってね。はい、これからやってください。はい、はい、頑張りました。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。Thank you for watching。手がほぼ映ってないけどはい、じゃあお疲れ、じゃあ頑張って、ここからまた勉強。はい、ありがとうございます。はい、じゃあではでは、お疲れさん。